こんにちは。 YouTube を簡単に使いこなしていますか？ YouTube に動画を投稿していきますと、やはり気になるのがチャンネル登録者の数ではないかなと思います。私も毎日確認するのを楽しみにしております。まあ僕ら動画投稿者と視聴者、ユーザーさんとの人間関係づくり、コミュニケーション、より良いコミュニティづくりが大きなポイントかなというふうに思っているんですが、中にはね、動画に変なコメントがついたり、嫌がらせみたいなコメントがつく場合もあります。まあそういった場合には悲しいかな、そのコメントを非表示にしたり、まあ一番悪い場合には、そのユーザーさんを、ブロックするという措置も、取る必要が出てきます。今回はね、そういった最悪の場合、ユーザーのブロックをする方法についてちょっとお話をしたいと思います。はい、クリエイターツールのダッシュボードの画面です。コミュニティに行きます。コメントの画面に切り替わりました。例えばこの一番上のユーザーさんから動画に変なコメントがついた場合、以前の動画でもお話をしましたように、この旗のマークをクリックして、YouTube に、スパムや不正行為を送信したり、このユーザーのこのチャンネルでのコメントを非表示にしたりすることができます。ただしそれでも同じユーザーからまた変なコメントがつく場合があります。そういった場合に最悪、ユーザーのブロックを行います。はい、この、ユーザー名、ここをクリックします。そうしますと、相手の、チャンネルのトップ画面にジャンプしました。この概要をクリックします。はい、ここの右上、メッセージを送信の左側、旗のマークがあります。そこをクリックしますと、はい、ユーザーをブロックとありますんで、ここをクリックすることによって、このユーザーを、ブロックすることができます。はい、ユーザーのブロックにつきましては、こちら、YouTube ヘルプも参考にしてください。で、これ、この付近に文章があるんですが、誰かからネットいじめや嫌がらせを受けている場合は、こちらを参考に対処してくださいとあります。こちらをクリックします。はい、嫌がらせやネットいじめに関してはね、また別途、動画を作ってお話をしたいと思います。はい、ユーザーのブロックにつきましてはね、この、YouTube ヘルプも参考にしてください。はい、ユーザーさんをブロックするということは、本当はね、やりたくはないんですよ。ただし、嫌がらせを受けているとか、ネットいじめの被害を受けているとか、そういった場合にはね、これはユーザーさんを、きちっとブロックしてください。ただし、スマートフォンからでは、ユーザーのブロックはできませんので、さっきの方法でパソコンから、ユーザーのブロックをお願いします。それと、嫌がらせ、またはネットいじめを受けているっていう場合については、また別途動画を作ってお話をしたいと思います。それでは失礼します。